前回と一緒。まあ、変な自信に満ち溢れてるんで、それを大きくしてぶつけたいと思います。はい。はい、気をつけろ。宇宙終わりはなんか鹿児島行った時打ち上げが作ってこの瞬間に狙うから。この瞬間を狙ってるから。そこだけ。渡米して向こうでボクシングの練習をしてきてから帰ってきてからミット持ちした時にパンチの質がちょっとね硬くなってて。パンチの質が良くなったなっていうのは感じました。天心の動体視力の良さっていうのは抜群なんで、それを駆使して集中して絶対にもう勝つもらわないで。メイウェザーが日本にいるのがすごいことじゃないですか。考えられないですか。皆さんなんかいろいろね厳しい意見がいっぱいあるじゃないですか。けど天心だから来てくれたんで、皆さん優しい目で応援してほしいですよね。まだこれやりたくたってね、できる相手じゃないんで断る理由は一つもないですよ。ガードの上からでも10キロ差って聞いちゃうと思うんで、極力もらわない。ガードの上でもみんながびっくりそうなことにしたいと思います。なあ、おめでとう。じゃあ今からアップしようって時にメイウェザーが来てバンテージまくってきてで巻き直せみたいな。こっちバンテージ巻き直せって言うんですよ。遅れてきてんのそっちなんだから。You know, I don't want cut the rap now. He needs to rewrap the rap. Because if you don't cut the rap, you're never gonna get started. それとうとう揉めて仕方ないってことでもう一回負け直して。先ほどからですね、今私にも声かけてくれたんですけれども、かなりリラックスした表情でバンテージを巻いています。違うテンションでしたね。怒りが多かったですね。天心が I don't need to warm up. I'm Floyd Mayweather. Motherfucker, like you let other fighters warm up. I'm too dope. I ain't gotta warm up, motherfucker. Hey! Hey! No, we're gonna go light. We don't gonna do him like that. He a good kid. We're not gonna do that to him. We're gonna show him some love. Aori 始まってるんですよ、もう。で、急いで。バーって上がって。焦りましたよね、めちゃめちゃ超焦りました。いつも開くタイミングも遅れたじゃないですか。あれもうそこについてなかった。お願いします。行ってくるわ。絶対に裏切らない激しいファイトスタイルはまさにプロ中のプロ、戦うダンディズム、ダロン・クレクシャンクの登場です。元軍人ファイターダリアン・ブラウンが日本に進撃。クレクシャンク判定マーナイナー。
ダミアン・ブラウンが先頭体制に入りました。ライト級グランプリが来年開催されます。そこに向けてのサバイバルマッチでもあります。バックロー、技が多彩ですからね。そうですね、追い詰めたところ引かないですよね、はい、プレッシャーの強さが、ボディです、ね、ローキック、そのまま顔面蹴りに行きました、危険な領域に入っていくことを厭わない男たちの戦い。さあタックルに入っていった、フロール行きましたね、ルークションクの方です。さあフロール行きましたね、ヒロキの方が、ヒロキの体ライト級先生、また一人強豪が現れました。ダミアン・ブラウンです。 I know there's the potential of a Grand Prix coming up in 2019. Gomi Takanori, let's do it, let's dance, baby, I love it. I think we dealt with it pretty good. He landed some very solid strikes. I mean, he hit me with a spinning back fist and a spinning elbow. You know, I felt comfortable in there and I think that the fight ended the way that I thought it would, and that's by submission.Sport for the martial arts aspect, and if you can't respect your opponent and be humble, then he definitely showed me the respect that I felt like I deserved, and he showed humility after losing. Excuse me. Hey, I want him again in the tournament next year. It was a good fight, but you know, I'm just not happy. Well, obviously, if I get in Grand Prix and he gets in it, I will be fighting him, but hopefully, we fight first. That'd be awesome.お盆みたいに相手をひっくり返しちゃうと思ってる。ハリソン・ドミズ、ライジン、タスケンザンの首を迎えました。アゼルバイジャン、ドミック・ムサエフ、南コーカサスはアゼルバイジャンから日本初上陸。ここまでは9戦連続 KO 勝利中。その全てがパンチによるノックアウト勝利です。射程距離に入ってきた瞬間、右が炸裂するという。そうですよね、ワンツー、オートパンチをラッシュ、ムサエフが飛び込んできました。さあミドルハイキック、タイソン、このミドルです。まっすぐ飛び込んできました。タックルです。右が入ってきましたね、タイソン。あ、そうですか、右のストレートかなりですね、この状態になりますとタイソンの動き選手は厳しいところになります。拳が硬そうじゃないですか。そうですね、これは怖い。アウト、アウト、パウンド、アウト。ムサエフです。あんなにレスリングついてもらったっす。急にタックルが来て、すごい、しかもものすごいタックルだった。うわ、これ切れないって思いましたね。急にタックルが来てて、QTK って感じですね。実際に戦ってみて、相手選手の印象。Mesela yani biz yine dediğim gibi yani her bir idman ister ki yaxşı təşkilatda, yaxşı Grand Prix'də vuruşsun. Bizim trenerlə fikrimizə görə biz bu döyüşü uduq Grand Prix. およそ1年半ぶりにライジンのリングに帰ってきた。霊長類、ヒトカ、女子最強、ギャビガルシアの登場です。今日が念願の MMA デビュー戦、ブラジル、バーバラ・デポンセーノ。ギャビーとしては、そうです、プレッシャーかけながら組んでテイクダウンを取りたいっていうイメージがあるんじゃないでしょうかね、はい、やはりギャビーはバックボーンを充実ですので、ね、はい、グラウンドからの攻防、ただパンチを連打出していきます、ギャビガルシア。さてここは倒しました、テイクダウン。ここからがギャビの土俵です。もう動いた方がいいですね、バーバラ選手ね、はい、隙間を作って、隙間を作って脇を刺したりして、逃げて投げていかないと。確実にここはアームロックを狙いにいきました。ここで決まりましたね。ヒロタ一本勝利、あっという間。さっきんじゃねえよ、ね、ちょっと待ってください。今リング上の神取忍がRespect.
心から尊敬しています。じゃあやれほら、やりましょう。今自らテイクダウンという感じでしたが、これ誰がギャビをやるんですか。誰がギャビをやるって、神取忍、私です。いつでも大丈夫、いつでも大丈夫。クイーンはバック。Eu amo fã japonês. Tá no Saitama é uma sensação única pro lutador. Eu tinha esse sonho desde criança. Então toma cuidado com o que você quer. Eu tô aqui pra bater em você. Sometimes a reckless fighter loves to just fight. I think there's keeping honest to who she is, as well as showing some maturity and discipline and knowing the right times to engage, but really controlling the distance and working on making the right decisions. 本当に格闘技が大好きで、試合するのが一番好きで、楽しい試合、エキサイティングな試合を見せたいです。パーティータイムです。普段は迷彩服に身を包む、現在軍隊に所属するというポーランド軍のコマンドが大臣へとやってきました。ついに戦いの場に身を置く覚悟を持つ彼女が今宵戦う舞台に選んだのは、日本の格闘技の聖地、埼玉スーパーアリーナのリング上です。さあ、ここは立ち技どうぞ。ですね、ちょうど腕十字狙われるので危ないですね。なる位置がすごく長いですので、その分ずれて、そういうことですか、未知の強豪っていうのが、はい、うん、舐めたらダメですよ、これアンクルドボールと、アンクルドボールにどんな技持ってますね。足が狙いというのは、ああいう攻撃がね、シーチは上手いのよ。座るように、はい、してあげた方が、した方がいいと思います。ちょっとこういう状態だけどね、はい、上を取ったのは幅です。攻めどころ、肘折りルールの中での強勝負、はい、そうです。ほら今やったよ、肘を粘っていく、幅チャンス、幅チャンスっている。この状況抜け出せるか。1年間試合を行うことはできなかった真珠。ボーダーケイナボーダージュジュボーダーヘアンダージュジュ、左手外さないと入ってる、入ってる、入ってる、真珠の座をクリア、入ってる。さあ一気に締め上げていくのは、入ってる、入ってますね、入ってますね。これはどうだ、ちょっと落ちてしまった。ここでレフリーストップ。大丈夫です。今日は負けちゃったんですけど、またすぐリングで上がりたいです。楽しかったです。試合できてよかったです。でも本当に皆さんごめんなさい。Tanto roku, czekam, bo grałam, zajęłam drugie miejsce, nie wygrałam, tylko zajęłam drugie miejsce w Mistrzostwach Europy. Jeżeli chodzi o parter, to z moim drugim trenerem ćwiczyliśmy kilka akcji, kółko, i to była jedna z tych właśnie przeciwczynnych akcji. Sami potom, já se musím pořád stále dívat i přes údery, kdyby v zápase to něco přišlo. Ah, 出血も激しい。エルボーでその背中を。
締め続けますね。これ厳しいですね。まだバックマウントではありませんではないので、あーこれ入りましたね。入りました。見せてから入ってるか入ってるか。まあちょっと見せこの会長動きが止められた。もう止めないのか。ひねりましたね。すごい。ひねりました。まだですか。まだでもおーっと寝かせました。そうですね。ここここはチャンスですね。バウンド動きを止める。これ強いですから。ここの打撃は kteří jsou mi velkou inspirací. Bushido, to je můj sen. Dá se říct, že je to můj sen. Light heavyweight, title fight. Zápasit tady o pás, ať už s Mirkem, nebo s kýmkoliv jiným. Vítězství! King Mo が帰ってきます。タイトルマッチとしてですね、ライトヘビーの初代王者を決する、マッチメイクになるので、ご期待いただけたらと思います。Ladies and gentlemen, this is Ryzen 14, and this is the moment we've all been waiting for. This is Mayweather Nasukawa!いざここに神童那須川天心。お父さん何て言われました。いやもう覚えてないです。王者ボクシング史に名を刻むボクシング界の帝王フロイド・メイウェザー。まあ、まあ見てこうっていうのはまずあって、はい、でまずまあジャブついて、うん、もうこの時はもうやってやるしか思わなかったんです。であとはなんか2日3日ぐらい前になんか倒しに来るっていう情報も入ってで倒しに来るかもなっていうのもあったんで。なお判定決着というものはありません。KO 決着あり、判定決着はありません。さあ、実況の中継でお伝えしている埼玉スーパーアリーナ聖域の一戦が始まりました。那須川天心対フロイド・メイウェザー。少し遊んでいるようにも見えるメイウェザー、一方は右のジャブを放っていこうというシューズを履いている今日、ね、那須川天心。いや、笑ってますからね。メイウェザー選手笑ってますよ、ね、いや、ガクトさん、メイウェザー笑ってますよ。いや、食べてますね、本当にバチンと入れてほしいな。笑ってるじゃないですか。でもめっちゃ反応早くて、このあわざと演じてるなと思ったんですよ。自分がちょっとジャブとかこう動こうとした時に全部フェイントかけてるんですよ。見れば分かると思いますけど、ずっとピクピクしてるんですよ。自分がちょっとやろうとするとちょっとこうこうこうとかこうとかジャブやろうとするとこうこうとかずっとやってくるんですよ。ずっとそう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 
これをずっとやってきたんで浮かずに打てないなと思いました。まずあこうなんで多分いけないなっていうふうにまず感じましたね。相手が出るって相手が打ってこない限りダメだなって思いました。実際この試合メイウェザー自体を日本で見ることっていうのは本当奇跡なんです。奇跡だね。そうですよね、だからもう一つ奇跡が起きてほしいですよね、はい、結果で、こういうところ全部見えてたんですけど、まずはでここでストレート来た時にここで見たんですけど、まず重いと思って頭に食らったら絶対なんだっていうのは感じましたね。次は絶対よくれると思って多分ここでよけると相手思ったんでしょうね。あのメイウェザーと向き合った時のね、いい男が勝った、当たった、いい男が勝った、当たった、当たった当たった、当たったように見えました。中川選手の左です。当たったよ、当たった。これは手応えあったんですよね。てか避けてるように見えるじゃないですか、でも当たってるんですよ。自分当たったんですよ。この目が赤くなったんですよ。高かったんで、おっと思ったんですよ、これで。あ、当たるんだと思って。こっから変わりましたね、完璧に。戦い方を変えてきたんですよ。やっぱ、体格を生かしてというか、こうじゃないですか。これが嫌なんですよね。もうでかくて。大きいんですよ。もう見るわかるじゃないですか、この。さあ、そしてボディー、メイウェザー本気になった。ちょっとメイウェザーがボディーを放っていきました。ちょっとあの一発で関根さん変わりましたかね。どのぐらいウッドかな、左首振り、おっとこれはダウンか、スリップ、これはウッドかな、左首振り、おっとこれはダウンか、スリップ、スリップか、いやちょっと待って、おっとダウンかな、なんと障害一度もダウンがなかった那須川選手がダウンを超えている。これでびっくりしましたね。これ後ろ打たれてますよ、はい、右の裏、はい、そこでおおと思ってピンポイントで、そうですね、これはすごいよね、まあ、これ多分、まあ、反則ギリギリだと思うんですけど、グワグワしましたね。どうしようと思って、初めてなんでとりあえずセコンド見ようと思って、いやもう行くしかないなと思いましたね。ガクトさん、はい、今まで1回もダウンがなかった那須川なんですけれどもね、ナイス、ナイスボディ、ナイスボディ、ナイスボディ、ベイウェザーの凄さっていうのを目の当たりにするのは本人しか分かんないですよね。そうですね、オーラがありますね、迫りくるベイウェザー。ボクシング界の帝王、さあワッチを放っていく那須川選手、ガードを放っている、ね、さあそしてボディも放っていった、突き放していく、しかしガードを放っていく、どうだと言わんばかりのメイウェザー、立ち上がる那須川選手、大丈夫か、行くしかないと思いましたね、うん、これで逃げてもダメでしょと思いましたけどね。さあ右を出してきたヘリック、那須川天心体勢入れ替え、さあ一撃なるか、ガードを固めた、さあ天心頑張る、おー当たった、こんな那須川天心を見たことがない、天心ちょっと無茶なマッチですよね。本当にやらしちゃいけないの。そうそうそう、はい、実際にメイウェザーの凄さってみんな見るまでやっぱ分かんなかったじゃないですか、はい、この試合をここで見れたっていうことがすごいことだと思うんですよ、はい、大丈夫じゃない、いいんだよ、いいんだよ、あ、くそ
とでも勝てると思ってたんで。エキシビジョンマッチなんで負けとはなんないですけど、まあ心には一生残るんで、この経験は、うん、何よりも大きいものだと思うんで、まあ、今日のことは絶対忘れないです。はい、あんなに怒った天使俺初めて見たからな。怒ってたもんな。あ、怒ってんの天使。これ怒っちゃいけないんだと思ったんだけど、自分今喋ってられるしいいじゃない、うん、しょうがない、いい経験だ。そのためにやったようなもんですもんね、経験を積むために。いや、これから唯一の黒星はメイウェザーだけでしょ。そうですね、もう負けてないですからね。そうです、負けちゃいますから。やっぱり左ストレートが先に当たって、あれから急に変わりましたね。メイウェザーを本気にさせたんですよ。これからね、そのダメージを取って新たにやってほしいですよね。最初差もあったし、でかかったんで、まあ、ずっと不安なのは、まあ、試合までは出せなかったんですけど、4点外しがしこちだ。俺がお前に誇りに思うよ。誰ができるんだ。泣き止んだんですよ。でもあれ言われて、もう一回泣いちゃって。いやいや、ほんと我慢してたんですよ。我慢してたっていうか、もう、いやー、言うなよ、と思って。いいんじゃないですか、初の KO 負けがメイウェザーなんで。いいんじゃないですか。いい挑戦だったよ。もう誰も日本人やる人いないんじゃない。始まりだ。サランド避けて避けて避けてくるのかなと思ったんですけど、本気に倒しに来てくれたんで、絶対に下がんないで戦うつもりで最初からいたんで、まあ、そこはできたかなとは思うんですけど。 You're the best! Like we're going when I want to go to the kids. I'm so he's embarrassed. Jesus, I'm only doing what y'all told me. Nice fight. I'm still retired. I don't look forward to coming back. It's all about entertainment. I went out there, and I entertained. Tension, he's a great champion, young, hungry lion. Tension is still undefeated. I'm still undefeated. Combat sports, period. It's all about blood, sweat, and tears. So you're gonna have some great days, you're gonna have some bad days, but you live to fight another day. And so I just want, like I said, I want Tension to continue to give you guys a great show. I don't want to sit here and answer questions all night. I mean, it's the new year, I'm pretty sure. I mean, I don't know about you guys, but I'm from the States, we like to party. Happy New Year's to everyone. Thank you. Very well. You got three career titles. Show that one. Start now. He'll be okay. Tell him it's not on his record. Can't get it.
you know, man.戦のお通夜のような試合を覚えてる人たちがどこまでいるか分かんないですけど、天心戦の今回メイウェザーと近いものがあったと、みんなの予想をした結末のはるか違う結末を引き出しちゃう、それも悲劇な形で、まあ緩い空気のフレンドリーマッチでしょって思ったかもしれないけど、エキシビションで名だけど身は取ったよって、本当に真剣に殴り合うよってメイウェザーと天心は、天心にも後悔がないし天心の親さんにも後悔がない、覚悟はあるよ、覚悟してそれこそ50戦50勝無敗のボクサーに相手のルールで全て受け入れて、そういうチャレンジをしたわけじゃん。そうですね、あんま言いたくはないですけど、あの解説の人ダメでしたね。終わった後に、いや、やるべきじゃないと言ったらダメですよね。ちょっとでも希望を持ってくれたわけじゃないですか。こういった結果見えてたかもしれないですけど、まあでもなんかあるんじゃないかって言ってくれる人が多かったです。こんな期待してくれてるんだ。全部が彼にとってプラスでしかなかったんじゃないかなって思いますね。ほんと 90% ぐらいは、まあ、覚悟してた。僕らもやっぱりこう彼ね、メイウェザーの凄さっていうのは身に染みて分かりました。お疲れ様って、よく頑張ったねって言われました。全然胸張っていいんだよと思って、また絶対ここから強くなると思います。まだまだ先がありますよ。長い、まだ20歳ですから、まあ、まだ20かっていうのはすごい感じます。違うの誇りですよ、わちが誇り。上げてましたよ。上げてましたよ。気持ちよかったよ。一個の締めていく。また新たな姿を見せたいですね。はい、一年突っ走ります。思ったより展開が早いな、この漫画は。いや、本当っすね。去年、詰められすぎました。なんか、あれって筆者大丈夫。堀口とか天心ってもうすでに守りに入ってもいいんですよ、極論言うと。あいつとはやらない、こいつとはやらない、もうこの試合しかしない、新しいチャレンジはもう嫌だというふうに、意識がいってもいいんだけど、彼ら自らがやっぱり時代を変えたいし、もっと格闘技を世間に広げたいっていう思いの中で、我々からの提案をやってみようっていう気持ちを持ってくれることが今の求心力を作り始めてる最大の原動力にはなって、やっぱり選ばれたファイターなんだと思う、そういう星の元に生まれてるんだと思う。とっても重たい、とっても意味のあるものが那須川天心の前に現れると思うんですよ。それをやるんだったら東京ドームしかないですね。自分の願望的に東京ドームでやりたいですね。じゃないとやりたくないかなって、形だけで言ってるのか本当に言ってるのかっていうのはまだ分からない状況があるので、でもまあ本当にこれは自分は別に受けて立ちますけどね。やってもらっていいですか。ドーム抑えろ。